吉田さん、お疲れ様でございます。まあ、見栄を張るのはね、お金がかかるっていう話ですけども、まあ、私の場合は、その、見栄を張るっていうかね、確かにね、車4台ありますけども、見栄を張るような車ってのは別に1台もないんですよね。すごいだろみたいなのは1台もないですからね。だって、ベルファイアーって言ってもね、別にありふれた車ですしね、大衆車ですよ。で、セルシオって言っても30年前のでしょって言ったら、その通りでございます、みたいなね。中古車価格が50万とか100万で出てるものばかりですし、トランザムだってね、そんなん、何その古い車みたいな感じで、ほとんどの人は共感呼べませんよ。しかも、なんか1年のうちのほとんどが車庫にいるみたいなね。いや、けどね、やっぱこう、自分の満足度は高いんですよ。人生の満足度。うん。確かに、コストパフォーマンスとか元が取れるって発想になると全然元は取れないしコストパフォーマンス悪いんですよ。でもそれはあくまでも数字上のプラスマイナスであって、まあ、私の満足度は非常に高いんですよね。まあ、結局それが全てなんじゃないかなと思います。誰かに見せるためにとかね、数字的にどうこうっていうふうに考えると、まあ、本当に人生っていうのはすごくね、シンプルなんだけどつまらないものになるんじゃないかなと思いますよね。もちろんコスパがいいことによって満足感とか豊かさを感じる価値観の人もいますんでね、それはそれでいいと思いますけども、私の場合は身の丈に合わないようなこともね、自分の人生の中にちょっとあると思うんですよ。それは身の丈に合わないような高いものを目指す、身の丈に合わないような低いものを目指すってそれぞれあるんですよ。私もね、未だにだからね、あのポイントサイトのすごく1ポイント2ポイントみたいなのやってますけども、言ってみれば身の丈に合わないですよね、こんなの。まあ、だからといってね、一発で1000万、2000万みたいな金額のものを狙ったりとかかったりするのも、私の、なんかね、力量に合わってないんじゃないかなと思いますけども、どっちも手を出しますからね。そればっかりじゃないってことなんですよ。いろいろあるってことですよね。たまには食べ過ぎたりとか、たまにはね、お腹が空きすぎたりとか、まあそういった瞬間瞬間を抱えながら、自分の姿がいろんな形に変わっていくこと、まあ、その面白さっていうのは、人生の醍醐味なのかなというふうに思いますけどね。どうでしょうかね。まあ、今日もまあまあ行ってみましょうか。お疲れ様です。行ってらっしゃい。